今回はエリンギのオイスターソースの作り方を紹介します。エリンギは見た目も食感もアワビに近く、安い食材で高級感を楽しめるように考えられたレシピです。材料は2つだけなので簡単に本格中華が楽しめますよ。それでは作っていきましょう。まずはエリンギをカットしていきます。石突きを切り落としてから横に半分にカットします。上の方は縦にスライスします。下の方は少し斜めにして横からスライスします。このように切ることで見た目も食感もアワビのような雰囲気が楽しめます。あと付け合わせのチンゲン菜も用意しておきます。材料はエリンギ2本、チンゲン菜1束です。沸騰したお湯に塩と油を少量入れ、チンゲン菜を入れていきます。塩を入れることで色が鮮やかに仕上がり、油を入れることで野菜の表面をコーティングし、旨味や水分を閉じ込めることができます。大体1分半から2分くらい茹でます。茹だったら一気にして、温めた鍋に油を少量入れ、チンゲン菜を軽く炒めておきます。塩コショウをソースと鶏ガラスープまたは元を取ったものを少量入れます。水溶きカットキルと少し入れ、水分を止めておきます。時間が経つとまた水分が出るのでザルなどで作っておきます。鍋に油を入れ、170度くらいの高温に温めます。エリンギは油通しして火ますが、多めの油を使うのが大変な方は油で炒める方を使っても OK です。少し油通しした方が高温で短時間に仕上げることができ、エリンギの旨味と水分をしっかりと閉じ込めることができます。油からうっすらと煙が出てきたら、エリンギを入れ揚げていきます。だいたい15秒くらい揚げれば OK です。このぐらいの色づいてきてれば OK です。ヤーレンなどを使い、しっかりと油を切っておきます。鍋に鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 120cc 入れ、沸かしておきます。塩コーヒーまたは酒を大さじ1入れます。砂糖を小さじ1入れます。塩と味の素を少量入れます。醤油を大さじ1弱入れます。オイスターソースを大さじ1入れます。あれば中国醤油を少量入れます。エリンギを入れ煮ていきます。
かりと味が染みるように弱火にして2、3分くらい煮ていきます。汁が煮詰まってきたら少量の水を使ってくれたのでアルミをつけます。上から優しく食べるようにゆっくりと食べます。最後に香り付けのごま油を少量で入れます。これでエリンギのオイスターソース煮の出来上がりです。オイスターソースの旨味が染み込んだエリンギのはご飯のおかずとしてもバッチリですよ。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。